はい。では今日一日やっていきたいと思います。現在気温が14度、最高気温がなんと35度にもなるといい。全然日が出てこなくて今涼しいんですけどね。松葉を、採取する作業をしたいと思います。これ、できました。これは、なんか、どうやら食べれるらしいんですよ。食べれる。っていうことで、これを、こうやってですね、新芽の方を、どんどんこうちぎって、それを、乾かし、洗って乾かして、コーヒー豆のチルして、豆のように、粉々にして、お茶とか、あとですね、料理も使えということなので、これを、ちぎっていきます。美味しいのかな？わかんないけど。美味しいんじゃないですか。これがね、葉っぱなんですけど、こんな感じ。でもね、これね、松葉がですね、1.5kg からこれしか取れないので、結構貴重ですね。で、ちなみにこれぐらいのやつがですね、だいたい、3500円とかで売られております。ああ、強いですね。匂いはやっぱ松っていうか、なんか苦い味っていうのかな。なんか不思議な味がします。はい、じゃあこれちょっとですね、洗っていきたいと思います。はい。なんか昔使ってただろう、なんか洗い場があるので、ここでちょっとこれを、ちょっと洗っていきます。よいしょ。で、これが洗い終わったらですね、ちょっと乾かすので、洗います。いやー、冷てー。気持ちいい。よいしょ。本当にこれでいいのかなと思って、ちょっと一個一個ね、ゴミがないかやってみてやります。はい、完成というか、これで松葉を乾かしても結構緑の、今日いい色してますよね。じゃあこれを持っていきます。あと約1日ぐらいですね、松葉を乾燥させます。で、この後、ミルですね。こうして、お茶にしていきたいと思います。まあ、次の2日後ぐらいの時にやります。では、今日はデイ2です。今日はですね、仕事は今終わりまして、少し畑の方の様子見に行こうと思います。着いたんですけどね、やばいかも。見えます？これ。ですね、2週間前に買ったばかりなのに、高さ的にはもう草が、手のひら越えで、もう一回刈らないとやばいかなってぐらいなってます。いや、どうやら2週間に1回以上間に合わなそうなんですね。ただ、ひまわりはでかくなりましたよ。あ、ひまわりは、こっちの方、咲いてますね。ひまわり。咲いてます。これ人参です。今年すごいいっぱいできそうです。キュウリが収穫しました。結構でかいね。ワクワクです。ですね、今伊賀でですね、家の前に鳥が死んでます。これは花から見てたら大丈夫なんでしょうかね、 YouTube 的に。はい、はい、遠目で見えます。あそこに死んでるんですよ。なぜここで死んだのか
不明。なぜ？その後ですね、埋めました。とりあえずでもね、形はそのまま残っているのですごい綺麗だったんですよ。なんかもしかしたらどこかにぶつかったか、カラスがもなんかも誰か持ってきたのかもしれないですけど、ちょっと見たくなかったですね。ではご案内したいと思います。はい、先日取った松葉をですね、今度飲んでみようと思います。今ここにあるのはで沸騰して、今グツグツやってて、でそこに今松葉入れてます。だいたい3分ぐらいか4分ぐらい、ほんとに煮立ったち、このままやっていきます。シンプル、入れるだけ。初めて飲むので本当に美味しいのかなってところは疑います。ほんと松のいい香りしますね。なんか、森の自然の癒し、緑の匂いっていうか、田んぼとかじゃないけど、なんか香ばしいというか、そうだね、不思議な感じ。まあ、松ぼっくりに松って感じでね、そのまんまだけど、それをちょっと水と蒸気合わせると、あ、結構いい香りですね。グッドです。あと2分ぐらい、ちょっと待ってみますね。沸騰します。本当は茶こし器を使ってやった方がいいです。僕ちょっと今持ってなくて、これで代用して、入れます。でちょっとこれで、で完成しました。ちょっと見てほしいんですけど、この中ちょ黒だから赤い魚かもしれないんですけど、そんなね、緑している感じ、ちょっと薄い、ほとんど色にないで、無色に近いですね。でいただきます。お、美味しい。あのですね、味っていうは、ほんのり、お茶、なんと言えないな。全然苦くもないし、まずくもないですね。美味しいです。松のね、香りがすごい。ワインとかも、ね、いやお茶もそうですけど、ハーブティーも、匂いって結構あるじゃないですか。松のね、いい、その、緑したね、匂いとともに、味、ほのかに口、に口の中ブワーって広がる感覚、これうまいですね。うん、いい。あ、全然いけるわ。待ってて苦いかと思ったら全然そうでもない。いけるいける。うまーい。これいいわ。うまいな。いいですね。おいしい。あ、飲んでて。リラックスしますね。これいいな。もうよ、なんかみんなで作ってこれを、なんかプレゼントしたいっすね。ちょっと量産したいと思います。美味しいな。かぼちゃの煮物、きんぴらごぼう、豆腐と投げと、あ、鶏胸肉がある。手を調理したやつをやってたやつとご飯です。ではでは、いただきます。うん、うまい。結構ね、僕はですね、和食が好きです。魚が好きですね。うん、最後にですね、松葉茶を詰めます。実は皆さん、ここ見ていた方ですね、先着5名までですね、ここ今作った松葉茶を、送りたいと思います。ぜひぜひ、そうですね、詳細は下の方にある LINE の、公式にメッセージいただくか、インスタの方に DM をぜひください。よろしくお願いします。そこの発送方法などは、そこにメッセージしたいと思います。まあ、この
この中にですね、1パック2つ入れて送ります。だいたい、お茶、やかんに1袋か、鍋、小鍋に400か、そうだ、800ミリぐらいに1パック入れればちょうどいい、味になるかなって思うので、ぜひ試してみてください。では、まず作っていきます。はい。これがあるんですけど、ここに、乾燥された松葉を詰めます。結構もう端っことかね、取っていったんで、作っていこうかなと思います。はい。よし、こうやって、じゃじゃん、お茶出しパックみたいになりました。これはですね、じゃじゃん。これが、プレゼント用のお茶出しパックです。これは2回分楽しめるようになっています。よかったら、ぜひ、飲んでみていただけたら嬉しいです。時ですね、畑に結構中心になっておりますが、これから家の改築とか、周りの中をですね、開拓していただいて、なんか作ったりとしていきたいと思いますので、ぜひ、今後も、成長を見守っていただけたら思います。では、見ていただきありがとうございました。では、またねー。